ジェームズ・マディソン・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、政治学者であり、第四代アメリカ合衆国大統領。ジョン・ジェイおよびアレクサンダー・ハミルトンと共に、ザ・フェデラリストを共同執筆し、アメリカ合衆国憲法の父とみなされる。対外戦線復刻をした初の大統領であり、また戦災により首都から避難した唯一の大統領でもある。 かつて流通していたアメリカ五千ドル紙幣にその肖像を見ることができる。アメリカ合衆国憲法の父としてマディソンは憲法の主要な執筆者だった。1788年、ザ・フェデラリストの3分の1以上を執筆しており、これは今でも憲法に関する影響力ある解説になっている。アメリカ合衆国会議員を務めたことでは最初の大統領でもあり、 アメリカ合衆国議会第一会期では、その指導者として多くの基本的な法律を起草し、アメリカ合衆国憲法の最初の修正条項重、過剰を起草し、その成立に尽力したので、権利焦点の父とも呼ばれている。政治理論家としてのマディソンの最も明確な心情は、新請感もない共和国が多数の先生から個人の権利を守るために抑制と均衡が、 必要ということだった。マディソンはアメリカ合衆国会員の指導者として新しい連邦政府を組織化するためにジョージ・ワシントン大統領と密接に動いた。1791年にはアメリカ合衆国財務長官のアレクサンダー・ハミルトンと他元を分かち、トーマス・ジェファーソンと共に共和党を創設した。この党は連邦党の主要政策。 特に合衆国銀行と税条約に反対した。1798年には、ジェファーソンと共に、匿名で、ケンタッキー州及びバージニア州決議案を書き、外国人治安処方に抗議した。マディソンは、ジェファーソン政権の国務長官として、ルイジアナバイ州を監督して、国土を2倍にし、1807年の不運に見舞われた、通商禁止法を提案した。 大統領としてはイギリスに対する米英戦争を引いた。その戦中と戦後、その政治姿勢の多くを逆転させた。1815年までに、第二が州国銀行創設を支持し、強い軍隊及び戦中に開業された新しい工場を守るための交換税を支持した。妻はドリー・マディソン。気前よくお金を使った晩餐会を頻繁に開き、 数多くの訪問客を心よく接待したことから非常に人気が高かった。彼女の葬儀で当時のザカリー・テイラー大統領が半世紀にわたりまさに私たちにとって第一級の女性であったと言及したことがファーストレディの語源になったと言われている。邸宅を構えたモントピリアはアメリカが州国国定歴史建造物に登録されている。 歴代大統領の中で一番小柄な人物で、身長は5フィート4インチ、体重は100ポンドだった。マディソンは1751年3月16日、バージニア州キング、ジョージ郡ポートコンウェイで生まれた。12人兄弟の一番目であり、定米は9人が成長した。彼の両親ジェイムズ・マディソンシニア大佐とエリナローズ、ネリー・コンウェイ夫妻は、 バージニア州オレンジ郡オレンジ郡にタバコプランテーションを所有し、ジェームズは幼年期の多くをそこで過ごした。父はさらに資産を増やし、オレンジ郡では最大の土地所有者かつ指導的存在になった。母はポートコンウェイの著名な農園主かつタバコ商人の娘だった。両親は1743年に結婚していた。どちらもその息子に大きな影響を与えた。 マディソンには成長した3人の弟と6人の妹がいた。そのテーマイたちから30人以上のおい名が生まれた。テーマイは以下の通り。マディソンは11歳から16歳まで、キングクイーン軍、アイネスプランテーションの教師だったドナルド・ロバートソンの教えを受けた。ロバートソンは南部州に多いスコットランド出身の教師だった。マディソンは数学、 地理及び現代と古典の言語を学んだ。特にラテン語は流暢に話すようになった。マディソンはその勉強隙を大いにあの人に追っていたと言っていた。1767年16歳の時にマディソンはモントピリアでトマス・マーティン牧師についてカレッジに入るための2年間の学業を始めた。当時カレッジを施行する大半のバージニア人とは異なり、 ウィリアムメアリー大学を選ばなかった。なぜならばその大学のあるウィリアムズバーグの機構は彼の繊細な健康状態に合わない恐れがあったからだった。その代わりに1769年にプリンストン大学に入学した。勤勉さと長時間の勉強でその健康を損ねた可能性はあるが、1771年に大学を卒業した。そこで学んだのはラテン語。 古代ギリシャ語、科学、地理学、数学、修辞学及び哲学だった。演説と討論にも非常な重きが置かれた。卒業後は、プリンストンに泊まって、ジョン・ウィザー・スプーン学長の下で、ヘブライ語と政治学を学んだ後、1772年の春にモントピリアに戻った。その後、ヘブライ語を完全にマスターした。散発的に法律を勉強したが、 法廷弁護士にはならなかった。夫人のドリー・マディソン。彼女の晩年にレセプションに出席したマーティン・バンビューレン大統領はアメリカ史上随一の輝かしいホステスであると共担したマディソンは1794年9月15日に現在のウェストバージニア州ジェファーソン軍で未亡人のドリー・ペイントッドと結婚した。マディソンは結婚後にドリーの連れ子、 ジョン・ペイントッドを養子にした。ドリーは、その両親のジョンとメアリー・コールズのペイン夫妻が短期間住んだノースカロライナ植民地のニューガーデン・クエーカー開拓地で1768年5月20日に生まれていた。ドリーの姉妹ルーシー・ペインは、ワシントン大統領の老いであるジョージ・ステップ島、ワシントンと結婚していた。マディソンは、連邦議会議員として、当事国の首都だった。 フィラデルフィアの社交界でとっと未亡人と出会った可能性が強い。1794年5月、互いの友人であるアーロンバーに紹介を頼むことで正式な付き合いを始めた。その出会いからスムーズな交際に移行し、8月にはドリーがマディソンの求婚を受け入れた。ドリーは非クエーカー教徒であるマディソンと結婚することで、クエーカー教からは追放された。 夫婦は幸せな結婚生活を送っていることが知られていた。ドリー夫人との結婚後はまるで葬式に行く男のようだと言われていたマディソンも彼女と一緒に大いに社交を楽しむようになった。演説する際にはドリー夫人は沿岸に向かうマディソンに付き添ってきて最前列に座り耳を傾けてくれた。1808年大統領選挙でマディソンに敗れた。 チャールズ・コーツ・アース・ピンクニーは、マディソン夫妻に負けた。マディソンだけなら、勝てただろうに、と嘆いたと言われている。マディソンは、当初からこの妻を誇りにし、ドリー夫人も、愛しい、小さな夫に、献身的であった。マディソンは、若き弁護士として、イングランド国教会からの免許を受けずに説教をした、ことで逮捕されたバプテストの説教師たちを弁護した。さらに説教師、 エライジャ・クレイグと共にバージニアにおける信教の自由を憲法で保障するために動いた。そのような事例で活動することで信教の自由に関する概念を作り上げるために効果があった。マディソンは1776年から1779年にバージニア国議会議員を務めトーマス・ジェファーソンの弟子として知られるようになった。バージニア信教の自由法の起草を手伝い。 バージニア政界で名声を得た。この法は、イングランド国教会を非国教化し、宗教的事項について、州の強制権限を排除するものだった。パトリック・ヘンリーが考えた市民に、その選択する、宗教会派に献金することを強制する案を排除した。マディソンのいとこ、ジェームズ・マディソン主教が1777年に、ウィリアム・アンド・メアリー大学の学長になった。 マディソン主教は、マディソンやジェファーソンと共に密接に動いて、この大学をイギリスとイングランド国教会の双方から分離させるという難しい変化を通じて指導することに貢献した。さらに大学と州を指導して、独立戦争後にバージニア正公会教区を形成することになった。マディソンはバージニアが北西部領土に対する領有権主張を放棄して、 連合会議に渡すよう説得した。北西部領土とは、現在のオハイオ州、インディアナ州、イリノイ州、ミシガン州及びウィスコンシン州の大半と、ミネソタ州の一部であり、1783年の北西部条例で形成された。バージニアの領有権主張は、コネチカット州、ペンシルベニア州、メリーランド州及びその他の州からの領有権主張と一部、 重なるところがあった。これらすべての州が、新しい国家はこれまでと同様土地から作られるという、理解のもとにその政法の土地を割上した。マディソンは1780年から1783年まで、大陸会議の代表となり、立法の推進役と議会における、連合形成の達人とみなされた。1784年から1786年には、 再度バージニア国議会議員に選出された。マディソンは独立戦争が終わる頃にバージニア国議会に戻った。間もなく連合規約の脆弱さ、特に国政府間の不安に気づくようになり、新しい憲法の制定を強く提唱した。1787年のフィラデルフィア憲法制定会議ではマディソンが起草した。 バージニアプラント3権分立による革新的連邦制度が今日のアメリカ合衆国憲法の基礎となった。マディソンははにかみ屋だったが、連合会議では発言の多い方の大議員の一人だった。マディソンは各方の行動が誤りと考えられるときは連邦政府がそれを却下できるという強い中央政府を考えた。後の人生で、 アメリカ合衆国最高裁判所がその役割を果たすようになったことで、それを称賛するようになった。マディソンは、アメリカ合衆国憲法の批准を奨励するために、アレクサンダー・ハミルトンや、ジョン・ジェート組んで、1787年と1788年に、ザ・フェデラリストという論文を書いた。マディソンの書いた論文の中でも、第10編では、 いかに多くの異なる利益と派閥がある大きな国が数少ない特定の利益によって動かされる小さな国よりも共和制の価値を支えられるかを説明したその解釈は当時はほとんど無視されたが20世紀に入ってアメリカ政界の多言論解釈の中心部分になったバージニアでは1788年に マディソンが憲法批准会議で批准に向けた戦いを引き、パトリック・ヘンリーなどの批准前に、その修正を求める勢力と議論を交わした。マディソンは、その基礎と批准で果たした役割のために、アメリカ合衆国憲法の父と呼ばれることが多い。しかし、彼はその呼び方について、その功績について私は主張しない。憲法は、伝説的な知恵の女神と同様。 単一の知力から生まれたものではない。多くの頭脳と多くの手による作品とみなされるべきであると言って抗議した。マディソンはニューヨーク州の憲法批准会議に出ているハミルトンに当てて批准は全体として行われ永久のものであるという意見を述べる手紙を送った。バージニアの憲法批准会議は拒絶よりも悪い条件付け批准と考えられてきた。マディソンは当初 権利の具体的条項は憲法そのものが権利の条項なので不要なままであると断固主張した。権利の具体的条項には三つの反対理由があった。連邦政府が認められていない権限に対して守ると言われているので不要である。いくつかの権利を列挙することは他の権利の欠如を示唆するように解釈されるかもしれないので危険である。州のレベルで権利焦点は 政府の権限に対して無用な紙の障壁になることが分かった。しかし、反連邦討論者は、権利焦点を憲法批准の交換条件として要求した。パトリック・ヘンリーは、マディソンをアメリカ合衆国上院の初代議員の一人として選ばないようバージニア衆議会を説得したが、マディソンは直接アメリカ合衆国下院議員に選出され、 1> 第1回期から第4回期まで、その重要な指導者になった。大衆は新しい国中で200以上の提案を提出した。マディソンは、政府の構造的変革を要求するような提案は、無視し、残りの提案を統括して、言論の自由、大衆が武器を所有する権利、及びヘイビアスコーパスのような市民権の保護のためのリストに入れた。 1788年時点では、権利焦点を支持するか、曖昧だったが、1789年6月に一括して12の憲法修正条項を提案した。マディソンはその政治姿勢の変更を完了させ、提案した修正条項を認めさせるために、同僚たちには、必要に協力を求めた。1791年までに、マディソンが提案した。 修正条項の内後の方の重課条が批准され、権利焦点となった。彼の意思とは逆に、権利焦点は憲法の本体には組み入れられず、修正第14条と第15条が成立して、州の権限を制限するまで各州には適用されなかった。マディソンが当初提案した修正第2条は当時は批准されず、1992年に、 修正第27条として批准された。修正第1条は会員議員の数を将来増やすことを意図したものだった。マディソンの議員時代を特徴づけるものは連邦政府の権限を制限するために動いたことだった。歴史家のウッドはマディソンが積極的な役割を担う中央政府を望むことはなかったと主張した。アレクサンダー・ハミルトンや ジョージ・ワシントンが貴族性を伴う真に近代ヨーロッパ風の政府、常備軍及び強力な独立した行政府を作ろうとしていることを認めて恐れた。1793年にイギリスとフランスが開戦した時、アメリカ合衆国は両国の板挟みになった。1778年に結んだフランスとの同盟条約はまだ生きておりながら、 新聖感もないアメリカの貿易の大半はイギリスとのものだった。1794年にイギリスがフランス植民地との貿易を行っていたアメリカ小船数百隻を捕獲した時、イギリスとの戦争が避けられないように思われた。マディソンは一時的に公的生活から身を引いていたジェファーソンとの協業の中でイギリスは弱くアメリカは強いと考え、 イギリス政府からの報復という恐れはあるが、イギリスとの貿易戦争はおそらく成功するものと信じ、そうすればアメリカがその独立を完全に果たせるようになると考えた。イギリスに対し商業的足かせを我々に強制し、我々の独立という目標をほとんど打ち破ろうとしていると非難した。歴史家のバーグが説明するように、マディソンはイギリスから 彼の国の勢力はほとんど死にたいであるのに対しはが、国のものは不死身であると逆襲されることを恐れなかった。イギリス領西インド諸島はアメリカからの食料がなければ存続できないが、アメリカはイギリスの工業製品がなくても容易に生きていけたはずである。この考え方で今は我々の方に力があり、そのうちに独力で商業に必要なものすべてを 供給できるようになるという結論になった。しかし、ジョージ・ワシントンは貿易戦争を避け、その代わりに1794年の J 条約によって、イギリスとの友好的貿易関係を作った。この条約をマディソンは否定しようとしたが失敗した。国中の有権者は、J 条約や、その他重要案件の肯定と否定で分かれ、このことが連邦等と、 民主共和党という第一政党システムの形成につながった。アメリカ合衆国財務長官のアレクサンダー・ハミルトンは連邦党となる国中の支持者のネットワークを作り上げ、第一合衆国銀行で強い中央政府を促進した。マディソンとジェファーソンは連邦党に対抗するために民主共和党を結成した。マディソンは 新しい憲法では銀行を作る明確な権限を連邦政府に与えていないと主張してハミルトンの進める第一合衆国銀行創設を止めようとしたが成功しなかった。多くの歴史家はマディソンが1787年から1788年に全国的な組織を施行するハミルトンとの同盟者だった時点から1795年までに強い中央政府への対抗者として 州の権限を施行する方向に急激に変化し、さらに大統領になった時は元の見解に戻ったことを指摘している。マディソンはハミルトンに対抗することで、初めの移行をはじめ、1793年までにワシントンにも対抗していた。マディソンは合衆国銀行、州債と国債の制度、及び J 条約を含めハミルトンの提案成立について多く敗れた。 マディソンは交換税の提案を止めることは成功した。マディソンの政策は1812年の米英戦争の時に弱い中央政府の存在を認識するまでジェファーソンと密接に動いていたが、この戦争をきっかけに国を守るために強い中央政府の必要性を認識するようになった。その後は合衆国銀行、より強い海軍及び常備軍の支持を始めた。しかし、 ランス・バニングやゴードン・エス・ウッドのような歴史家たちは、マディソンの見解の連続性を見ており、1792年のような急激な展開ではないとしている。ジェファーソン政権が面した大きな課題は、ほとんど常に交戦状態にあるイギリスとフランスという大帝国の間での通称だった。最初の偉大な勝利は1803年のルイジアナバイ州だった。 フランスのナポレオン・ボナパルトはミシシッピ側以西の広大な領域を守ることはできないと認識しそこをイギリスに渡さないことがフランスの利益につながると考えた時にこれがなった。マディソンとジェファーソン大統領は党の政策をひっくり返して買収工作に入り議会の承認も勝ち取った。マディソンはイギリスとフランスの間で中立を保とうとしたが同時に 国際法の下でアメリカ合衆国の法的権利にも固執した。しかしロンドンもパリもそれに敬意を払わなかった。マディソンとジェファーソンはイギリスとフランスを罰するためにアメリカ商人がいかなる外国とも貿易することを禁じる通商禁止を行うことに決めた。この通商禁止法は外交政策としては失敗し、その代わりに外国貿易に頼っていた南部海岸地域に 大きな苦難を強いることになった。マディソンは国務長官である間にマーベリー対マディソン事件で最高裁判決に組みした。これは連邦の上位裁判所での意見審査制原理を肯定したものだった。1808年の民主共和党議員総会でマディソンは大統領選挙の候補者に選出され、ジェファーソン人気の移行に乗って、 要因に連邦党のチャールズ・コーツワース・ピンクニーを破って当選した。連邦議会はマディソンが就任した時に通商禁止法を撤廃した。ジェームズ・マディソンの藩が1809年から1817年の間で政策合衆国銀行第一合衆国銀行の公認期間20年間がマディソン政権の2年目である1811年に切れることになっていた。 マディソンは1791年にこの銀行の設立を止められなかったので、その公認が切れるのを待っていた。財務長官のギャラティンはこの銀行を再認定することを望んでおり、1812年に米英戦争が勃発した時に銀行なくして戦争の費用を賄うことの難しさを認識した。ギャラティンの後継者であるアレクサンダー・ J ・ダラスは1814年に 銀行の再設立を提案したが、マディソンは1815年にこの法案を拒否した。しかし、1815年後半になってマディソンは、新しい銀行設立を議会に求め、ジョンカルフーウミやヘンリー・クレイのようなより若く国家主義的な民主共和党員、さらには連邦党員のダニエル・ウェブスターに強く支持された。マディソンは1816年に、 第二が州国銀行設立法案に署名して、ウィリアム・ジョーンズをその頭取りに指名した。米英戦争イギリスの侮辱は続いていた。特に、イギリス海軍の艦船が武装していない、アメリカの商船を捕まえ、イギリス海軍の任務に就かせることのできる水夫をすべて強制重募した。マディソンの抗議はイギリスから無視されたので、愛国者共和党員に西部と南部の世論を喚起。 させて、戦争に導いた。いわゆる、高派による主張はアメリカによるイギリス領カナダの侵略が容易であり、良い交渉材料になるというものだった。マディソンは、当時の誰もが、マディソン氏の戦争と呼ぶものに慎重に世論を盛り上げたが、陸軍、海軍、砦及び州兵を作るだけの時間と金に余裕が、なかった。マディソンは、海戦について、議会を説得した後、 1812年、アメリカ合衆国大統領選挙で対抗馬、デビィット・クリントンに対して勝利して再選されたが、1808年の時よりも票差が詰まっていた。2006年に行われた歴史家による歴代大統領評価では、マディソンが戦争回避に失敗したことで大統領の犯した誤りの悪い方から6番目に位置づけた歴史家もいた。 それに続く米英戦争の中で、イギリスとカナダ人及び同盟ファーストネーションが多くの勝利を収めた。その中には、アメリカの将軍が戦わずしてジグにより、小さな部隊に降伏したデトロイトトリデの占領や、マディソンがワシントン DC から逃亡し、イギリス軍からホワイトハウスに火をつけられる目にあったワシントン焼き討ちもあった。このワシントン焼打ちは、 アメリカ軍がアッパーカナダのヨークに侵入したことの報復だった。アメリカ軍は二度市内を占領し、アッパーカナダの議会議事堂を焼いていた。イギリスは西部のアメリカインディアンも武装させた。その中でもテカムセとその追随者が著名だが、テカムセはテムズの戦いで敗れた。アメリカは五大湖地方でイギリスよりも早く艦隊を作り上げ、オリバー・アーハザード・ペリーが イギリス艦隊を破ってイギリス軍による1814年のニューヨーク侵入を阻止した。大西洋上ではイギリス艦隊が海岸線全体を封鎖し、外国との貿易はおろか港間の国内交易も遮断した。ニューイングランドでの経済状況は大変厳しいものだったが、企業家が工場を建設し、それが間もなくアメリカにおける 産業革命の基盤になった。マディソンは大変な逆境に直面した。すなわち分裂した内閣、派閥争いをすると、抵抗する議会、妨害する知事たち、さらには無能な将軍たちであり、民兵たちは自習から外に出て戦うことを拒んだ。最も深刻だったのは一貫して大衆の支持を得られなかったことだった。 カナダとは大量の密輸があったニューイングランドからは、戦争への財政的支援や、兵士の提供について拒絶があり、脱退の脅しもあった。しかし、南部のアンドリュー・ジャクソンや、西部のウィリアム・ハリソンは1813年までに、インディアンによる大きな脅威を潰していた。1814年に、ナポレオンの敗北が明白になった後で、戦争への疲弊感から終戦につながっていった。 イギリスもアメリカも戦争継続に疲れており、戦争の大義は忘れられ、インディアン問題は時の経過と共に解決され、停戦する時期が来ていた。しかし、ニューイングランドの連邦党員は連邦からの脱退を議論した敗北主義的ハートフォード会議を開いていた。1815年の頑丈約で戦争が終わった。両国境に、 戦争前の状態に戻すことに同意したので、領地の獲得はなかった。アンドリュー・ジャクソンがイギリス正規軍を破ったニューオーリンズの戦いは、条約が署名された15日後だが、その知らせがニューオーリンズまで届く前に起こった。戦後国内からは、無用な戦争だったという批判もあったが、この戦争の間に、 イギリス製品の流入が途絶えたことによるイギリス経済からのアメリカの自立を促し国民のイギリスからの文化的精神的独立を果たしたといえる和平が最終的になってアメリカ合衆国はイギリスから確固とした独立を確保したという感覚に覆われた連邦等は崩壊し最後は政界から消えて交換情の時代が演出するとともに 政治的論戦は確かに続いたものの政治的恐怖や脅威は低いものになった。マディソンはハミルトン支持者の国営銀行、関税に基づく効果的税収制度、常備の職業的軍隊と強い海軍の必要性を認めたが財務長官アルバート・ギャラティンの提唱する内国改良には一定の線を引いた。マディソンは大統領職から身を引く前の仕事として道路、 橋及び運河を含む内国改良法案を州の権限という考え方をもとに拒否した。この法案を考えるに、私はこの法案をアメリカが州国憲法に合致させるには克服できない難しさがあるという感覚にとらわれている。憲法では議会に与えられた立法権は具体的であり、この法案によって行使される権限は憲法に、 列挙される権限の中には入っていない。マディソンは議会の見解である課税と歳出条項の一般の福祉規定がこの法案を正当化するというものを拒否し次のように言った。憲法のそのような見解は議会に属すると理解される定義され制限された権限の代わりに一般的な立法権限を与えることになる。 共同の防衛と一般の福祉という言葉は、あらゆる対象を包含し、立法の信託という視野の中で行動することである。マディソンは、我々の拡張された連邦の様々な場所を密接に束ねることになる道路と運河への連邦政府支援を、含め、国家権力のもとで実行されるべき裁量のことと考えられる様々な手段を推奨した。 国際関係第二次バーバリ戦争は地中海における海賊国に貢ぎ物を送るという習慣を決定的に終わらせ、その地域における海賊の時代の終焉を始めさせることになった。指名した最高裁判所判事その他の裁判官、マディソンはその他11人の裁判官を指名した。このうち2人はワシントン DC 地区巡回裁判所の判事であり、9人は 様々な地区裁判所の判事だった。このうち一人は、同じ裁判所の異なる職責に二度指名された。合衆国への加盟を認めた州ジェームズ・マディソン。1821年頃マディソンは1817年に、大統領を辞めると、バージニアにある自分ののタバコプランテーション、モントペリエに陰性した。そこは、ジェファーソンのモンティチェロからそれほど離れていなかった。 マディソンは64歳になっていた。妻のドリーは49歳であり、ついに二人でパリへ旅するチャンスが訪れたと考えた。ワシントンやジェファーソンと同様にマディソンは大統領になった時よりも辞めた時の方が貧乏になっていた。これはそのプランテーションが少しずつ財政的破綻に向かっていたためだった。歴史家の中には、 マディソンの累積する夫妻がその憲法制定会議でのノート、すなわち彼が所有する公式記録を生きている間に出版することを拒んだ主要理由の一つと推量する者がいる。彼はそのノートの価値を知っており、そのプランテーションが失敗した時にドリーンが使えるよう、その資産に金をもたらしてくれることを望んだ。すなわち彼はそのノートが宝石である文書の販売で、 数十万ドルを期待していた。マディソンの財政的トラブルと精神と肉体の健康の悪化が彼を消耗させ続けることになった。82歳のマディソン後年、マディソンはその遺産について極度に関心を抱くようになった。所有している手紙などの文書の修正に乗り出し、日付を変え、言葉や文を付加、削除し、その性格を変えた。七十歳後半に達する時までに、 この加工は執念に変わった。このことはジェファーソンに宛てたラファイエットを批判する手紙を編集したことで見ることができる。マディソンは元々の文章を消しただけでなく、ジェファーソンの筆跡を真似することまでやった。マディソンの心の中では、このことが自身を明らかにすることを意味し、歴史と彼自身に対して、その行動を正当化することだった可能性がある。 彼の生涯の最後の6年間、彼を飲み込む恐れのあった個人の金銭的トラブルの中で、字には心理的動揺が肉体的破壊を促した。1831年と1832年の大部分は沈黙しないまでも寝たきりになった。文字通り振動で病気になり、その仲間の市民たちに自分を理解させられないことを機に病み始めた。 ジェファーソンの死後の1826年、マディソンはジェファーソンの後を継いでバージニア大学の第二牧師になった。これが最後の役職になった。マディソンの死ぬ1836年まで10年間、学長の地位に止まった。1829年、78歳の時、マディソンはバージニア州憲法を改定するためのリッチモンド憲法会議で大議員に選ばれた。これは、 マディソンの立法者として及び憲法起草者として最後の登場場面だった。この会議で最重要な問題は議員の議席配分だった。州憲法では議席配分を人口で選挙区に割り振っているが選挙権のない奴隷を含めた人口で計算しているために州西部の地域は割り振りが足りないという不平を持っていた。州西部のものはほとんど奴隷を所有しておらず。 東部の農園主は多くの奴隷を持っていたために、東部の白人は西部の白人よりも票の重みが大きかった。マディソンはその前世紀に偉大な立法者として知られており、アメリカ合衆国憲法で使われているような奴隷人口の4分の3を感情に入れるという妥協案を持ち出そうとしたが、うまくいかなかった。最終的に東部の農園主が勝った。 奴隷人口はその主人の地区人口に参入され続けることになった。マディソンはバージニア人がもっと公平にこの問題を解決できなかったことに心を砕かれた。1829年の会議は絶望とまではいかなくともマディソンを自己欺瞞の崖っぷちまで着実に追い込んだ。奴隷制の難問が彼を災難だ。彼の健康状態はこの時相当に悪化していたが、 連邦議会や軍隊に牧師を指名することに反対する随筆など政治的課題に関するいくつかのメモを作成することができた。この課題は宗教を排除できたが政治的な調和を生まなかったからだった。マディソンは1836年まで行き、次第にアメリカの政治機構の新しい指導者たちから無視されるようになっていた。この年の6月28日、 建国の父の最後の生き残りとして、モントピリアで死んだ。モントピリアにあるマディソン家墓地に埋葬されている。マディソンの使用人を長年務めた、ポール・ジェニングスは、ろうそくの火が消えるように静かに呼吸を停止したと死の状況を説明した。また、ドリー夫人は、最愛の夫の死が取り返しのつかない損失であったとして親しい友人に苦しみを打ち明けている。 ライフ氏が1999年に選んだ、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。マディソン蔵書の競売広告、1854年大統領1ドル銀貨のマディソン歴史家のゲイリー・ウィルズは次のように記した。我々の称賛するマディソンの功績は完全な一貫性の上にはなく、その大統領職にある以上のものである。 彼には他の美徳がある。農園主として憲法の守護者として彼と対等な者はいなかった。大統領としてのマディソンの功績で最良の者は憲法を守るための終身だった。誰もこの国のためにあらゆることをできなかった。ワシントンも例外ではない。マディソンは最大以上のことをなし、他の者よりもよりよくいくつかのことをなした。それで全く十分だった。 マディソンの肖像画が描かれた5000ドル紙幣、ニューヨーク市マディソンスクエアの5番街ホテルのある場所に、あった、マディソンコテージ。1852年マディソンの死後3年、経って、当時ニューヨーク市北端の出発点だった場所に、ロッジが建てられ、近年亡くなった第4代大,大統領にちなんで、マディソンコテージと名付けられた。マディソンコテージのあった場所は、市の歴史を通じて、 重要な交差点となり、その解体後に公園となって、マディソンスクエアと名付けられ、今日も残っている。マディソンスクエアは続いて、マディソン街やマディソンスクエアガーデンの名前を生んだ。マディソンスクエアガーデンは、最初にできた場所の名前を取ったものである。マディソンスクエアガーデンは著名な自転車レース会場であり、その競技場にちなんで名付けられた自転車トラック競技に、 人気を呼んだ。マディソン競技は今日でもオリンピックの競技種目となっている。電気分析研究、ありがとうございます。